ようございます。今年の1月発売になりますシルバーストリームの、112ノーザン、なります。特徴としては、こういうちょっと重たいジグジグミのですね、だいたい 30g から 40g 程度のジグを遠投して、遠くにいる魚を取るために開発したロッドになります。特徴としましては、まずブランク自体が細いです。今現行にあるモデルよりもかなり絞ってます。で、絞ることによって、横風の対応ですとか、あと振り抜けの安さ、キャストをした後の操作のしやすさというのが向上したと思います。それと、あとは大きく違うのグリップの長さなんですけども、通常モデルよりもかなり長いです。約5センチほど長くしてあります。というのは、実際釣りをしてキャスト、ディスタンスをする場合のこの引きの強さプラス、キャストしてからのリトリブジのリールのポジションを少し前にするために作ります。というのは、ベストを着た場合にベストにハンドルが当たらないように少し長めに取ってあります。それと、ノーザンっていう、書いてあるんですけども、一応北海道の方で開発してまして、寒い中の釣りが必要になります。その時に、グローブを必ずグローブをしているものですから、グリップも通常よりは若干細くしてあります。一応グリップにグローブを握った状態で握った時にちょうどいい形になっています。で、1月発売になりますのでよろしくお願いします。はい、はい。今僕がテストさせていただいてます、モンスターインパクトの 90H になります。シーバスとかでも最近ルアーが特に大型化して、マイワシパターンとかコモシロパターンとかで対応できるシーバスロッドが今あんまり世の中にないなと思って、僕が欲しかったやつを今どんどん進めていってます。で、ビッグベイトとかでもそのシャープに振り抜ける感じのが全然世の中になくて、それを特に追求した感じで、例えばこういう K2F の T3 とか、こういう大型のミノをもう完全に強風の中でも振り切れる感じで、で、青物ロッドみたいな太い感じじゃなくて、シーバスロッドのカテゴリーで大型のミノも振り抜けて、で、フルキャストの先でも魚の頭をこっちに向けれる感じに仕上げております。はい、今はまあ一応まだテスト中なんですけども、まあ目標は秋ぐらいでやろうと思ってますんで、で、赤目とかにも対応できるようになってますんで、よろしくお願いします。おはようございます。横浜フィッシングショー2019、リップルフィッシャーブースより、2018年、10月発売の、ランナーエクシード107BH という、ショアからのベイトアーモンドのモデルになります。コンセプトとしまして、ベイトリールで、ショアからの大型アーモンドの専用のロッドにはなるんですけど、割と軽量のルアーから、130g を超えるような大型のルアーまでキャストできて、で、小型の青物から大型の青物まで全然その曲がりが硬すぎることなく十分対応してくれるので、対応幅の広いロッドとなってます。で、まあリールなんですけど、現在レバードラグリールをメインとして考えてはいるんですけど、この他にも、スタードラグリールだったり、いろんなリールが対応するモデルとなっているんで、幅広く使っていただけるモデルとなっています。ぜひよろしくお願いします。新製品ランナーエクシード 107BH ナノ、これで、レバードラグリールを使ってナイロンのロングリーダーの特性を少しご紹介できればと思います。ドラグは今約10キロぐらいかかってます。で、それで、リーダーを出してこの状態でどういう感じかを見てもらいたいと思います。
アブソーブしてくれて、アングラー側はすごい楽なんで、フォーク感をかけててもすごい耐えれます。本日の会場予定時刻をお知らせいたします。本日の会場予定時刻は8時50分に変更となりました。各部室各方向でお客様をお送りする準備をお願いいたします。繰り返し出店者の皆様にお越しください。本日の会場予定時刻は8時50分に変更となりました。各部室各方向でお客様をお迎えするご準備をお願いいたします。はい、今年の、リップルフィッシャーの新製品の紹介をさせていただきます。今年の新製品が、ボートキャスティングシリーズのアクイラーのシリーズになります。はい、特に、注目していただきたいのが、アクイラー MLT シリーズですね。ここが全く新しいシリーズになります。こちらが、スモールプラグを、ライトラインで使用するっていうのを、メインに開発されたモデルになるんですけど、狙っているターゲットの魚のサイズは大きいのに対して、そのベイトが、マイクロベイトパターンだったり小さいベイトパターンの時の、攻略が今まで難しかった時などに、使っていただくモデルになります。はい、調子としてはですね、ライトプラグのキャスト操作っていうのを、メインで考えてますんで、ティップはすごくソフトになってます。でバットはですね、その、大型の魚を取るということで、よりそのためが効くようになってまして、で、メインはキハダ等で使っていただくモデルになりますんで、ローポジションでの、 その縦気味のファイトっていうのにも対応できるモデルとなります。あとは、春のヒラマサ等にも使っていただけるモデルとなってます。